はい、こんにちは、サイです。今回は先日強化されたグランディスと煉獄杏寿郎、こちらの組み合わせで裏マンをやっていきたいと思います。久しぶりだな。はい、ということでね、まあ、僕グランディスシステムめちゃくちゃ好きなんで、これがねまた使える日が来たっていうのをねすごく楽しみにしていたんですよね。はい、開幕威嚇を打ってターン数稼いでいきましょう。火をできるだけ残していきたいので、ちょっとさっきから街がね引っかかりまくってるんですけど、こういう待ち方はちょっと良くないですね。はい、これで変身ターン稼げたので変身していきましょう。で、もう一体、まあ、ついでに変身しちゃいたいので、もう一個食べるか。よいしょ。はい、 OK で、これで受けていって突破していきましょう。はい、変身して、でこれで、突破ですね。よいしょ。はいはい、まあ、スキルが増えたことでね、この開幕変身っていうのもしやすくなったんですよね。まあ、その今まではこの辺は後で言うか、ちょっとルシファーパズル終わってからちょっと話していこうかな。もうルシファーのパズルも最近してなかったんでねちょっとどうなるかわかんないんですけれども、まあこの動画がアップされているということはおそらくうまくいったんでしょう。はい、開幕はなんだっけ、毒か、毒を消せか。はいはい、あ、ちなみにグランディスね、リーダースキルで指伸びてるんで、ここちょっと楽できますね。はい、2秒だけなんだけどね、もうこれ2秒もねあるかないか全然違うんで。はい、消すななんだけど、これ闇がつながってるけども、これはここだけでいいんじゃない。 OK。 はい、ラスト全部消せ。これもね、やってないとね、なかなかちょっと忘れちゃうんだよね、コツみたいなの。これ、ただこれ、火が12個なので、上下に貼り付けて、あとは外周ぐるっという感じで OK ですね。よし。はい、ということで、グランディスと、煉獄杏寿郎ね、どちらも強化されているんで、リーダースキル確認しましょう。グランディスの方が30ターン変身で、変身前にスキブが1個増えてますね。で、火の HP 攻撃 2.5 倍、指2秒延長、5コンボで9倍の固定500万ですね。はい。で、煉獄さんの方が火の全パラ 1.6 倍で、7コンボで10倍、火の6個で半減の3コンボ加算という感じですね。まあ、どちらもほぼ同時に強化が入ったことによって、で、僕が過去に使用していたグランディスシステムが、まあ、全体的に押し上げられた結果となったので、まあ、これはね、さすがに、まあ、本当にね、お世話になったんで、グランディスには。その、周回っていう意味でも、まあ、再生数っていう意味でも、本当にお世話になったんで、またちょっと使ってあげたいなっていうことで、まあ、久しぶりにやっていこうかなっていうところですね。よいしょ。はい。まあ、魔文自体やるの結構久しぶりなんだけども、ただね、その、これまでのそのグランディスシステムっていうのは、まあ、無惨だったり、ウルガリンみたいな、その自動回復のリーダースキルっていうのを使って、で、3回で1コンボしまくってグランディス変身するまで貯めるっていうことをしてたんだけども、まあその中でも結構環境の方も変わってきて、まあスキルもね、がっつり盛れるようになったんで、まあその、なんだろうな、まあ、開幕変身が結構できるようになってるっていうことですね。で、その、やっぱ1コンボをしまくるっていうタイムロスがなくなったんで、多分時間も結構短くなってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとプラス、やっぱグランディス自身のリーダースキルっていうのが相当強くなったんで、これがその、まあ、ウルガリンとか、無残使わなくても、その、煉獄との組み合わせで直接そのまま戦えるようになったっていうところが、まあ、結構大きい変化かなっていうふうに思いますね。はい。属性吸収無効して、ここは突破していきましょう。ルーレットに注意しながらしっかり、10個繋いでいきます。まあ、このね、コンボががっつり増えていくのがやっぱ気持ちいいんだよね。うん。後ろの2人がまあ10億ぐらい出してくれてるんで、道中は10個消しも全然大丈夫でしょう。まあ、どっかで正方形の火力もちょっと見ていきたいな。まあ、グランディス変身後がね、正方形1個増えたんで、その火力もちょっと確認していきたいので、よいしょ。はい、ここで正方形狙って、まあ、どんなもんかを確認していきましょう。さあ、どうかな。リーダースキルの倍率もがっつり上がってるんで、カンスト、リーダーのグランディスの副属性が今4億出てたんで、まあ実質40億ぐらい出てますね。なるほど。強いな。めちゃくちゃ強くなったな。いいですね。まあ、前回だと、そのせいぜい、まあ、単体10億から15億ぐらいしか出なくて、で、キラー込みでなんとかカンストするみたいな感じかなって思うんだけど、まあ、そうですね。
無効貫通がやっぱり一つ増えたことによって、まあ安定してね、こうやってカンストするようになりましたかね。マジで強えな。すげえな。いいですね。楽しい。まあもちろんリーナースキーの大幅強化っていうのも影響するんですけども、まあもともとグランディスって、結構そのアイアンマンとね、似たような性能だったと思うんだけど、ただアイアンマンと違う点としては、やっぱ副属性が火であるっていうことですね。で、今の環境だとこれがね、結構やっぱ大きくて、その火の正方形が、まあ、そのまま1体あたり1割以上ですね、まあ、火力の増加っていうのが望めるんで、まあ、火力効率においてはグランディスの方が今は軍配が上がってるのかなっていう感じがしますね。まあこれに関してはね、もうそのカンストっていうシステムがこのゲームにある以上、もうどうしてもそういう風になってしまうんですよね。主力がいくら高かったとしても21億あるいは42億以上はもう出ないっていう風になってるんで、ってなってくるとやっぱり副属性の影響力っていうのは強くなってくるんですよね。まあ、その極連の闘技場とかもね、その副属性までカンスト近くの火力を狙わないと倒せない敵っていうのが結構いるんで、だからまあ今後登場するモンスターって結構その副属性同じやつが評価されていくのかなっていう気もするんですよ。まあただそうなるとね、城に行きにくくなるんだけどね。全属性必須なんで。だからまあなんとも言えない感じはするんだけれども、まあここまで計算に入れての、まあ運営のね、バランス調整なんだとしたら、まあ、あっぱれって感じはするんですけどもね。はい、ここはですね、盤面の火がちょっと足りないんですけれども、一旦ちょっとこの遅延食らったフリシラを戻したいので、若干こうしてで上の方に火をちょっと寄せておいて、で、この状態で10個消しですね。これもね、なんかやんの久しぶりなんだよな。はい、これで10個つないで、よいしょ。で、ここね、機械の落ち込んが来ても多分大丈夫なんだよね。まあ、500万の固定ダメージが入るんで、まあ、今回来なかったけども、500万固定ダメージ入ることによって多分、超えないんじゃないかなっていうふうに思います。わかんないけどね、超えるかもしんないけど。まあでも結構快適かなっていうふうに思いますね。はい、ここはちょっと正方形組みたいんでプリシラ打っていきましょう。はい、まあそうですね、まあそのインフレ動向とかいろいろ話はありますけども、まあ僕はやっぱりその自分がね好きなパーティーを、使って自分が好きな遊び方をしたいなっていうふうに思うんで、まあこれからもねそれを貫いていきたいなっていうふうに思います。まあゲームってそういうもんだよねっていう感じですね。はい、強いな。強いですね。結構早く終わっちゃいそうなんで、じゃあ、関係ない話もしていきましょうか。はい、そうですね。今回は、まあ、ちょっとテレビの話をしたいんですけど、皆さんテレビって最近見ますかね？なんかその NHK のなんか時間調査みたいなやつで、その1日の中でちょっとでもテレビを見ますかっていうアンケートで、その見るって答えた人が全体として8割を切ったっていうことがね、最近ニュースで上がってたんですよ。もう2割はテレビ一切見ないと。で、その若い人、16歳から、19歳ぐらいの人は、またテレビちょっとでも見るよっていう人が全体の 47%、もう半分以下。で、あと20代でも、まあ、51% とかだったかな。まあ、半分ぐらいっていうか、そういう状況らしいんですね。僕ね、今家にね、テレビがないんですよ。まあ、一人暮らし始めて、まあ、3年いかないか、まあ、3年弱ぐらいになるんだけども、その中で僕テレビ欲しいって思ったこと今まで一回もないんですよね。なくて困ったことがないんだよな。僕なんかその生活の中で最もいらない家電ってね、テレビだと思ってるんですよ。まあテレビ好きな人いたらごめんなんだけど、まあ習慣的に見てた番組ってのもないし、なくて困ったことがね、マジでないんだよね。で、まあ別にそのテレビ番組バカにする意図とかないんだけれども、やっぱそのこれだけ見る人がその減ったとはいえね、やっぱりそのメディアとして一番影響力が未だに強いっていう点はまあ変わってないかなっていうふうに思うし、まあその能力が高い人っていうのはやっぱテレビの中でたくさん活躍してると思うから、それはね、全然これからも続いていくかなって思うんだけど、ただそれでもやっぱりちょっとこう、まあ例えば番組がつまんなくなったとか、その報道が偏ってるとかっていう話はね、よく聞くようになりましたよね、ここ最近で。で、もう僕としてはね、まあ、そのもちろんテレビがつまんなくなったっていう一面もなくはないと思うんだけど、ただ、やっぱテレビ以上に面白いって思えるコンテンツが増えたことの方が、まあ、影響としては強いかなって思うんだよね。
まあ、例えば YouTube。まあ、YouTube って、まあ、自分がね、今 YouTuber やってる立場で YouTube 面白いよねっていうのもなんかちょっと、なんだろう、うぬぼれてんのかよっていう感じなんだけど、まあでも一視聴者として見たときやっぱ YouTube 面白いなって思うんですよ。テレビっていうのは、まあどっちかというと、まあ主にバラエティの話で言うと、やっぱりその、結構その手の届かない存在、まあキラキラしてて輝いてて、で、そこをなんか憧れを抱いて、てたりとかっていうところでなんか魅力を感じた部分があるのかなって思うんだけど、 YouTube って、まあ、要はほとんど素人の人がやってるから、その見る側と演者の距離がね結構近いんだよね。別になんかその喋りもそんな上手くないし、演技もリアクションもね全く一流じゃないんだけれども、でも一流じゃない凡庸だからこそ、なんかその同じレベルの感性で見ることができて、まあなんかアットホームな感じがするというか、それが今の人にはすごい受けてるんだろうね。まあもちろんそのヒカキンクラスとかになったらその憧れとかのレベルになると思うんだけど、ただまあそのそういう感性とかその企画の中身とかって、まあやっぱ至って一般的なレベルだからこそ、なんかその自分のね近くにあるような感じがして楽しめるのかなっていう風に思うんですよね。だからそれで結構満足しちゃってるから、テレビの必要性っていうのがあまり感じないのかなっていうふうに思いますね。よいしょ、ルーレット巻き込まれないように注意。はい。あとまあバラエティ以外でも、まあ僕その会社にねテレビがあるんだけれども、結構まあその年配の人とかはねやっぱテレビばっか見てるんだよね。なんかチャンネル回してさ、天気予報を探したりとか、なんか今日の感染者数とか、なんか番組表を見たりとかで探してるんだけど、まあそういうのってさ、もう今全部スマホで一発で分かっちゃうことだから、なんか時間もったいないなっていう風に、旗からちょっと感じることもあるんだけどね。まあそれを口に出してとにかく言ったりはしないんだけども、やっぱその面白さという点でも、あるいは便利さっていう点でも、なんかテレビっていう媒体をどうしてもちょっとまあ下に見ちゃってるところがあるのかなって。だそれが僕だけじゃなくて世間全体としてまあ実際にテレビ離れが進んでるっていうことのまあ要因なのかなって思いますね。はい、水は一番倒しにくいんだけれども、これがっつり殴っていけばね、まあ多分3番できると思います。よいしょ。まあ、テレビ見なくなってね、やっぱ自分の時間が増えたなって思うわ。一番は。時間増えてそれをまあ好きなことに使えるし、なんか満足度がすごい高くなったかなって思うね。で、あと部屋にテレビを置かないから、そのスペースも広く使えるようになったっていうのもあるかな。テレビないとさ、やっぱ掃除しやすいし。っていうことがあって、なんかテレビがなくて困ったっていう経験が本当に、むしろなんかなくなってよかったなって思うことの方が結構多いから、なんかそういう意味でもね、なんか、必要性を感じなくなっちゃったなっていうふうに思う。なんかテレビがある生活には逆にもう戻りたくないなっていうふうに思っちゃってますね。って僕は思ってるんですけど、まあ皆さんどうですかね。逆にテレビめっちゃ好きだよっていう人もいると思うんで、まあテレビね、こういう魅力あるよっていうふうに、なんか考えがあったらぜひそれもちょっと教えてほしいなっていうふうに思いますね。はい。展開が早い。こんな簡単だったか。まあグランディスが強いっていうのもあるんだけど、さすがにちょっとこんな早くクリアできると思わなかったな。まあ13分ぐらいですね。はい。まあ久しぶりに使ったんですけども、非常に快適で強くなって気持ちいいですね。はい。こんなパズドラをこれからもやっていきたいです。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。